足元に気をつけて。僕の友達がそこにいる。あれ？どうやら君のことを気に入ったみたい。なるほど。いきなりニャンたちが玄関の方へかけていったのは、君が帰ってきたからか。このすがすがしい天気がずっと続いてくれればいいのに。この庭の秋景色を見てごらん。厳かでとても美しいけれど、命が消えていく悲しみもそこからにじみ出ている。ごめん、体が言うことを聞かないみたい。少し休ませて。ニャンたちはとても賢い。だから大事にしてあげて。モミジが赤くなったらニャンたちを連れて一緒にモミジ狩りでもしよう。オンジ、しがない僕だけど、これからもずっとおそばにいさせてください。これは僕の一生のお願いです。オンジ、しがない僕だけど、これからもずっとおそばにいさせてください。これは僕の一生のお願いです。今はもうニャンたちが僕より君の方に懐いてるような気がする。これあげる。僕はマフラーが好きなので、だから君にも一枚買ってみたんだけど、どうかな。オンジ、僕から離れないでください。